海部誠です。海生菓子の海。加害で舞妓稽古の着付けをやってます。この辺から入っていきましょうか。よし。おはよう。よし。おい。よし。よし。よし。おい。おい。寒い。だいたい23ぐらいからずっと打ってましたもん。まだ若い頃からよう怒られました。この業界自体がまだ僕浅いんですけど、まあ28年、まあ、まだ30年も行ってないんですけども、そこがね、今まだ物を打ってますので、ちょっとあっこ行きましょうか。おはよう。何も知らんとこの世界飛び込んだので、もうほんまにびっくりすることばっかりどうした。最初は自衛隊にいた時にやっぱり体育会系で縦社会じゃないですか。午後の街に入ってきても縦社会なんで、すんなり逆に気持ちはすごい馴染めたんですよ。奥まで、家の奥まで入れる男性ではありますけど、気軽にまあ物事を話せる、まあ、近所のお兄ちゃん的な存在やとは思うんですけど、母も父も最初はなんでまた言ってえらい反対されて。今日午前5時前、京都市上京区大原口町のギャラリーを兼ねた喫茶店本屋堂から火が出ていると通りかかった人から消防に通報がありました。作家の作品とかいろいろありますね。3時半ぐらいここに寄ろうかなと思ったんだけどね、しまったと思って。10歳からの根が全部200万コマ以上燃えたんだから、自分がやってきた。それから僕もまあすごい、すごいもう日記があったのに、何百冊の日記も全部燃えたからね。自分が今までやってきたけど全部もう何もなくなった、人気が残ってるだけというか。結構有名なフォークシンガーとか元セラピストとか大学教授とか、僕みたいなフリーターとか、家で少年とか少女とか、あの喫茶店を始めました。青空写真展やってると、そうですが、そういう子どもたち、老人、寂しい老人とか寂しい子どもたちがいっぱい集まってくる。あのただあげてしまったからもうないから、あのいろんな連中が50円でも100円でも売ればよかったのにって言ったら面白くないもんね。はい、始まりました。セリ始まりました。これでね、見学場で、相手も見学場で、こんなあかんとか言ってね、でも売り手は大丈夫って言って、あの辺でごちゃごちゃ言うとるんですよ。この仕事しかしてないの、世間知らず。尽くして尽くして尽くして死んでいくんですよ。尽くして尽くして尽くして死んでいくんですよ。ものすごく楽しい感じるのは幸せなことなのかなと思って、あとはもう自分が好きでなった社会にほんまに誇りを持ってと思って頑張りたいと思ってますね。今この仕事で今9年目なんですね。まあ、体が動く限り